した。視聴者の応募ありがとうございました。入りましたリコです。以上です。古川です。エキです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。伝わったよりも言いたいことはマジですか。あれだろ、なんかおでんを早く食うゲームだろ。視聴者のまで言ってた気がするけど、視聴者がおでんを作ったんです。ウミガメですね。ウミガメです。よっしゃ。ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し回答者がイエス・ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。頑張ってね。はい、ということで今日も視聴者から送られてきたウミガメのスープをですね、5分以内にといてください。よし、やりますよ。頑張ろう。やります。でもさ、ほんと最初にさ設定した5分がもう絶妙だったとしか言えないよね。確かに確かに、とりあえず5分でやってみようかぐらいのね、ノリでやってたのに、なんか質問の数制限しようかとかいろいろ考えたんだよね最初ね。でもなんかじゃあ分の方がいいなみたいになって、じゃあ5かなみたいになったけど、これまで続くとなるとね、そうですね、先見の明がありましたよ。じゃあ本日1問目なんですが、カプリティオネーム、カートゥーンネットワークさんからテレビ局じゃん、アニメのケーブルテレビとかで見れるやつ、それを名前にされたらすごい。カートゥーンネットワークさんね、すごいセンスだな。カートゥーンネットワークから来たんじゃないからスポンジボブからの出題だよみたいな。カートゥーンネットワークの中でもね、すごいな。公式なのかな。霊感という問題が送られてきました。霊感、霊感、家族旅行のビデオを見ていると息子が知らない人の声が聞こえると言い出した。しかし両親には知らない人の声は聞こえていなかった。一体どういうこと。はい、息子は自分の声を初めて認識したから知らない人だと思った。シェイソンだー。あー、なるほどなるほど。僕らも動画最初取り出した時とか、なんかこれこんな声かみたいなのちょっとあったけどね、めちゃくちゃ思うよね。自分が普段思ってる声と違うのあるよね。息子の言う知らない人の声とは自分の声、初めて骨伝導以外で聞く自分の声を認識できず知らない人の声と表現したのだったという問題でした。なるほど。自分が聞いてんだ、一応骨伝導自分の声からこう骨を通して耳のね、この神経、正しい知識に基づいた解説。初めて骨伝導以外で。時間は5秒でした。よっしゃー。いやー、一発でしたね。やった。これはでも最短記録はまだあれですかね、石野さんのサウナがありますからね。8文字くらいで終わらせないと無理やね。塩サウナだった、塩サウナだったら短いんだもんね。そこがやっぱりでかい。この声、子供の声、この声だったらいけたかもしれないな。伝わんないんだよ、あんまり判定のリコには。もう一回お願いしますみたいになっちゃう。カートゥーンネットワークさん、面白いんだよ。2問目、おい太郎さんからいただいた。落差がすごいな。すごい入れ替わってるっていう問題です。おお、君の名は古川は石野と入れ替わりたかったが、石野は古川に自分は AT であると告白した。これは一体どういう状況だろう。はい、AT は免許のオートマのことですか。はい。うわー、じゃあ、はい、2人は車を運転していた。古川は運転が疲れてきたので石野に運転を代わってもらいたかったが、石野はオートマのみの免許しか持っていなくて車はマニュアルだったので変われなかった。シェイク！早いな。早いですね。早いわ。今日は瞬殺祭りか。裏桁天の好きだな。腹立つ言い方だ。おいおい、今日は瞬殺祭りか。答えてない外人が一番。なるほどね、早っ。言われりゃわかるけど、早いの。レンタカーで旅行していた2人、古川は運転の交代を要求したがレンタカーは MT 車であった。石野は AT 車の免許なので運転できないことを古川に明かしたのであったという問題です。なるほど。あんまレンタカーで MT は借りない方がいい。それはそう。事前に確認しといた方が。それを借りといて変わって欲しがる古川もどうかと思うよ。マニュアル借りといて。確かにね。借り物よあいつは。軽トラか何かに出てる。でもこれすごいね。そのカプリティオチャンネルのウミガメのスープじゃないとありえない思いつき方じゃない。この人が AT だっていう情報を使わないとさトリックにならないわけだからすごいよね。時間はですね17秒でした。ああ早いね。結構説明難しいのにもうノー質問でいけたもんね。そうですね。素晴らしいわハロさん。ありがとうございました。以上しいや二瞬冊来てますね。いや行くぞ本日第3問。おいカプリティオネームアスタージュさんからいただいた問題。アスタージュさん。アスタージュさんありがとうございます。ドジっ子という問題です。おおまあまあねウミガメはやっぱドジっ子めちゃくちゃ出てきます。まあそうだね。やっぱりちょっと変な人が多いんだよね。マジで言ってますみたいなのが出てくるからな。タイトルでドジっ子って言ってんだけどまともな人が出てくるんだよ。ああじゃあまともな人かな。じゃあなんかそのまま答えたらいいやつ出るかな。ああどっちだった。そう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 。甘さを求めた女は塩を取り出した。大体どういうこと？はいスイカ。違います。1秒をね。1秒狙い。3個ね。そっか。いや無理だった。じゃあ考えましょう。塩は何かに振るために取り出しましたか？はい。はい。甘さというのは口に入れた時の味覚の甘さですか？はい。女はこの後の何かを食べるつもりですか？はい。その食べるものに塩を振りました？いいえ。何かに振ったんだよね。塩ってね。他の食品に塩を振りました。答えづらい。なるほど。じゃあ他の飲み物に塩を振りました。いいえ。女は料理をしていますか。はい。女はこの後その塩を口の中に入れます。入れません。塩はその料理の過程で使用するものですか？使用します。うん、でも食べました。塩釜みたいなやつとか、ね。そう思ったよね。でも甘さにつながったんや。塩を手に出した？いいえ。塩は調味料の塩。はい。うん、塩釜作りますか？いいえ。うん、お菓子が関係ありますか？はい。なんだろう、チョコレートは関係ありますか？いいえ。ケーキが関係ありますか？いいえ。お菓子を作ってます？はい。洋菓子。はいかな。ほう。はい、そのお菓子の中に、レシピに塩は登場しないってことかな？すいません。そうだよね。違う使い道だったんだね、塩は。その何のお菓子かっていうのは重要ですか？はい。じゃあなんだろうサクサクしたお菓子ですか？いいえ。つるんとしてるお菓子？いや多分違う。その乾燥しているお菓子ですか？ノーかな。外見の色って大体決まってる？大体黄色。白。はい。アイスクリームですか？はい。はい。アイスクリームを作るときに冷やすために塩を使って温度を下げて冷やした。スタート。料理するから。そうなんです。料理するわい。いいやろ料理して。何よりよ。アイスクリームを手作りしてる女。材料を混ぜた後、氷に塩をかけて温度を下げ、アイスクリームを固めたのだったという問題でした。なるほど。アイスクリームを作ってたんだね。時間はですね、2分58秒でした。はい。いいところ。アイスか。アイスね。スイカじゃなくてよかったな。瞬殺が。スイカだったらちょっとね、リコももうね、させに来てると思って。確かにね。これでスイカだったのを採用してたらリコもなんか疲れてた日なんかなと思って。めんどくなったんかなと思って。ああ、ちょっと3文字チャンス逃したけど、狙えるやつはこれからもバンバン狙おう。そうですね。アイスってね、3文字。ああ、クソアイスだったな。アイスだったな。アイス。あいいっすね。あちょっとあったな、チャンスあったな。分かった、ジョニー・ラウはこれからもな。あさるさん、ありがとうございました。ありがとうございました。4問目。よっしゃー、いってやるい。マイマイかわいいさんからいただきました。おー、いいんだよ、そういうことがあってね。ありがたいことです、本当に。確かに今までなかったのが逆に不思議なぐらい。そうね、結構驚くくらいの可愛さだとは思うんだよね。なかなかいない、人にいないくらいのタレントというか、人全体で見て、そうそう、人全体で見てもいないくらいの、それだけで収まらない感じがすごいんだよな。それ以外の属性の方が上に来ちゃってて、やっぱ基準の部分が先に来るんだな。決定的瞬間という。おお、そうだね。アンリカルティエブレッソンの写真からね。男は防犯カメラの映像を確認した。映像を見て男は警察ではなく病院に電話した。一体どういうこと？はい。防犯カメラはお店の防犯カメラ。の。はい。駅の防犯カメラ。の、じゃあ病院の防犯カメラの、はい、防犯カメラに映ってる映像は屋外の映像の、はい、家の中の防犯カメラのです。じゃあ一応確認だけど、建物の中の防犯カメラ、はい、はい、その建物はどういう建物が決まってます？いいえ、何でもいいんだね。じゃあその防犯カメラの映像には誰かが映っていましたから、はい、うん、男はその人物を探している。いいえ、うん、はい、防犯カメラに映っている人のことを男は知ってる。はい、うん、会ったことあるの、うん、犯罪関係ありますか？おー、違うか、警察なのね。そうね。はい、男の職業設定ありますか？の、はい、病院というのは男がかかったことがある病院である必要ありますか？の、じゃあ防犯カメラの中に映ってた人とその病院は何か関係ありますか？はい。はい、防犯カメラに映ってたのって人ですか？はい。その人は男女関係あります？はい。女性ですか？いいえ。男性ですか？はい。ああ、そうなんだ。男性一人ですか？映ってたのは。はい。その人は大人。大人です。老人？老人じゃない方がわかりやすいかな。男は無遊病で。自分が寝てる間どんな行動をしてるか分かんなかったが、防犯カメラに映っている自分の姿を見て病院に連絡した。うわー、怖っ。じゃあ映ってたのは男自身なんですか？はい。ほら、欲張ってた、欲張ったんだ、欲張ってしまったんだ。病院、ここから当てられないから。まあそうだね。男は自分が映ってて、それを見て病院に電話した。でも男がかかってる病院じゃなくてもいいんだもんね。さっきそう言ってたね。男は、じゃあ無遊病ですか？いいえ。男が防犯カメラに映ってる瞬間にその男自身は、自覚あった？何がですか？その防犯カメラが映る場所にいること。はい。はい。男寝てました？いいえ。3分経過。防犯カメラに映った男は何かしてた？してたといえばしてたというような、まあ、何もしてないといえば何もしてない。病院に電話した理由はそこにいたから、男が防犯カメラにその映る場所にいたっていうことを電話した。違います。男は自分が何かの病気だと思って電話した。まあ広く、はい、広く。精神病みたいなこと関係あります？いいえ。怪我関係ある？怪我は関係ありません。じゃあ心臓関係ある病気ですか？いいえ。脳が関係ありますか？いいえ。食べること関係ある？あまり関係ない。なんか内臓のどれかが関係する病気です。いいえ。病気を治したくて電話した？はい。映ってる映像を見て男は自分が病気だと思った。広く、はい。これなんだよな、頭壁みたいな。頭壁ではないです。男は防犯カメラに映った自分の姿を見て驚きました。はい、その病気ってのはその肉体的な病気ってこと？そうですね。30秒切ってます。いびき関係ある？あ、寝てねえんだった。霊的なこと関係ある？いいえ。薬飲んで治る？はい。風邪？いいえ。うわー、なんだダメかー。なんだろう、結構いけそうなんだと思ってたけど無理だったな終盤が。いやでもなんかちょっとなんか考えてると違いそうな感じがあって、なんかちょっともうちょっとじゃあ詰めますか。やりましょうか。結構ねギミックがね詰まってはいる。あ、そう面白そうだね。じゃあそのなんか男の顔に何かが出ていた。顔じゃないな。顔ではない。上半身関係ある？はい。じゃあ頭とか。はい。髪？はい。おお、なるほど。ハゲてた。そういうこと。なるほどね。ああ、そっか。こう十円ハゲみたいな。はいはいはい。そこの角度じゃないと見えなかったのか。なるほどね。読みます。はい。男が確認したのはエレベーター内後方にある防犯カメラ。あるね、あるね。防犯カメラに映る自分の頭頂部を見てやばいと感じた男は薄毛治療の相談のため病院に電話したのだったという問題でした。そのもう映ってる自分を直でそのまま時間差なしで見てるっていうのがね、なかなかギミック。そうだね。後で確認したと思ってたわ。ああ、確かにね。エレベーターの中で中継みたいに見えるやつあるもんね。そうそうそう。それか何が警察ではなくだ。ハゲ警察ですかみたいな。ハゲの110番みたいなのにかけてるわけがないだろ。病院だ病院。AGA の治療しなさい。病気かどうかって言われるとまあなかなか苦しいところだ。確かにね。広くはいとか言わざるを得なかった。ではないけど病気みたいな。なんか詰めどころがないのに情報は結構出てるっていう。なんか不思議なうまい問題。うまい問題だね。これいい問題だよやっぱり。撃破おめでとうございます。ややはいね、もう今激化でゲーハーに聞こえてない。もうわけわかんないです。毎毎可愛い。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ本日4問終わりまして3勝各2勝いっぱいということで。なあ、アンバランスちゃんです。アンバランスちゃんですよ。瞬殺祭りならずね。フラグがもうすごい。あんな言ってたら結局瞬殺祭りな。どっちもねえじゃねえかよ。そっち側にもいたのね、そいつが。両陣営にいたんだ、そういうやつが。お調子者必ずいるな。はい、ウミガメの問題はですね、概要欄にあるリコのツイッターのですね、ダイレクトメッセージの方にオリジナルの問題をお送りください。まだ募集中です。はい、そしてウミガメのスープ1、2が現在発売中でございます。はい、全国の書店、雑貨店、玩具店などで手に取っていただけるオリジナルのカードゲームとなっておりますので、今日の動画面白かったなという方はぜひカプリティオのオリジナル問題も解いてみてください。はい、薬局、薬店にはないですよ。あと薬店ってすごいよね。確かに。薬店、薬店って。ちょっと俺薬店行ってくるわって言ったことない。ないない。はい、じゃあ本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。